こんにちは、ブルーボスです。時刻は PM4 時53分6秒7秒。前回はね、マーカスというキャラを操作してボッコボコにされました。では映りました。なのかな、なんちゃらフェイントみたいなって思ってましたけど、はい、ということでね、今回は、ちょっと恰幅のいい親父に連れ去られたカーラちゃんという役をやっていると思います。私カーラよ。開けるドアすら開けられない。後ろにカーラって書いてあったね。ああ、胸元でもカーラって書いてあるね。私がママよってやつやな。仮面、ほら来い。仮面、ちょっと待ってよ、いろいろと見させてよ。命令には従わない。トットについて、トットって名前か。トットって危ないやつな気がするな。だってスイニートットとかさ、知ってます皆さん。ジョニー・デップがやるやつ。トット、ああ、やっぱついていかな、知ってる。特にここら辺調べるのない。あ、視点変更ができるってやつか。あ、ちょっと待って。お、なんかあった。なにこれ。開発中か。工事してるね。高速道路か何かですかね。それから、もう一つは、こっちもあるね。これもなんか、工事中なのかな。ほうほうほう。後ろに手を組んでるって。すげえ見てくる、あの夫婦。で、他には特になし。そろそろなんか呼ばれんじゃん。もっと視点切り替え。これはもう良さげですね。はい、じゃあ行きましょう。お邪魔しまーす。どうなんだろうな、22歳くらいの女の子なんですか。お前がやったら、私関係なくない。だって今買われたんだよね。あれ、故障してたんだっけ。故障してたんだっけ。アリス、なるほど、アリス、アリス。That's Alice. You look after her. My name is Alice. Biohazard か。Got it? Yes. カーラにアリス。Get started down here, then you do upstairs. トットはいないけど、バイオハザードだね、これね。カーラは、スキャン。急ぎの作業と、急ぎがゴミを集める。で、食器を集める、掃除機の電源入れるだけでいいの。了解。まあいろいろと見ておきましょう。あ、お皿集めた。あれなんか今あったコマンド。カーラはとりあえず、なんだっけ、あれですわ、バイオ6に出てくるシーウイルスを作った元凶ですね。で、それからアリスはね、Maybe. 実写版バイオの主人公ですからね。故障中。 Depends on what you need. 何が欲しいんだ。これ勝手にやってる。いやいや。あ、いいぞ。I can get that. 手に入る。じゃあ、はい。とりあえずここに。いやいや。I'll bring it tomorrow. 誰と喋ってんの。Yeah, 洗剤はやっぱり、ナノックス。ナノックスは医療用洗剤か。なんだっけ。このコマンド見せたら死ぬとか。っていうのはさすがにないか。お皿洗ってますね。これ全部洗ってたら、このパッドがあるんじゃない。もしかして。TV on. TV on. OK, Alexa. お皿洗って。ってやつ。アリス、心開いて。なんて書いてあった今。なんちゃら開いてないって言ったら、ちょうどね、録画のマークがね、かぶってんだよね。ほらら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 らはいよ。ぬるいのでいい。なわけないよね。はい。お、アイスホッケーやってんじゃん。アメリカ4大スポーツの一つですね。態度悪い、こいつ。ありがとうの一つでも言ったらどうなんだよ。これあれかな、実際の試合の一部を聞いとったやつかな。何見るんだ。Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. やっぱりこいつダメじゃん。そうか。
で続きまして、食器は洗った。掃除機の電源より庭の様子見、ゴミを集めるのが正義。あ、ちょっとなんか。あ、なるほどね。そういうことか。これで掃除をして、終わりか。なるほどね。じゃあ、掃除機。あ、めっちゃ遊んでる。めっちゃ防御してる。アリス、You better stop that right now! それをやめろ。ちょっと掃除機してて、どれをやめろ。Why is she always pushing me? 堂々とテレビの前に立ってるけど特に何も言われないっていう、いいのかな、何も言われないけど、この後ろに手を組むの何だろうな、何も言わないの、まあいいや。続いてちょっとカーラと喋り、じゃあカーラさん、カーラは自分だ、アリスと喋りたいんだけど、その前にやっぱやるべきことはいろいろやっとかなくちゃいけない。手に取る、あー、そういうことか。ゴミをまとめる、キッチンを空、ゴミを拾う。で、あっちだね。はいはいはい。なるほど。目線の先にあるものを拾う。ポテト。Thank you。紙皿。空き缶。タバコの灰皿。で、あとは、リビングのテーブルを空付ける。これか。まさかと思うけど。アリス。そんな恐ろしいことはしない。あれ、ちょっと、リビングのテーブルを空付ける。あ、こっちのことか。はいはい。掃除頑張ってるね。操作が難しい。ほい。でもさ、瓶と缶と紙と全部まとめてしまっている。アメリカのゴミ焼却場の火力ってすごいんだろうな。なるほど。手に取る。あ、ちょちょ、手に取って。そういうことなの。ね、まあ地域によりますけど、ちょっと待って、なんかめっちゃ来てる。クレジットカード、アプリケーションフォーム、ハーマンバンク。まあいいや、外に出る。あれ？ああ、なるほどね。何してんの？謎に回転しよう。はい。さよなら。実際アンドロイドのなんだろう、パワーってどうなんだろうな。やっぱりそのターミネーターみたいにすごい力を持っているのかな。お、アンドロイド入ってた。これでも見ててどうなんだ、何か解放されるとかずっと見てるとっていうわけでもない。また早く戻らない、取ってか、おいこの野郎、さっさと戻ってこいとかに怒られちゃう。ただいまー。で、続いて、めっちゃ切れるよ。どうしたどうした、ふざけやがって。どうしたどうした、何がどうなった、どうした、なんかめっちゃ燃やしてるけど。 I've made a good start down here. I'll head upstairs. あ、2階行きます。 Do what you have to do, but stop bothering me. あ、わかりました。勝手にやります。あれ、ちょっと待って。任意の作業、浴室掃除。浴室の掃除はしといた方がいいよね。やっぱりぬめぬめしてたらすごい嫌だもんね。お風呂場がね。あ、でもアメリカだっか。あ、ちょっと待って、庭に行くっていう。あ、しまった。庭に行けなくなった、これ。しまった、庭に行けなくなっちゃった。やり直して。ここに浴室じゃないのか。浴室どこ、浴室は2階。あ、もしかしてここから行ける、中庭は行けない。そっか、しまったな、やっちまったな。そっかそっかそっか、中庭行っていろいろやるっていうのがあったけど、それをミスったんやな。しまった、報告をするべきじゃなかった。とりあえず読もう。はい。 All sports Android、スポーツの進化か敗北か。フットボール特集、今季の移籍予想。今シーズン第3戦目、アンドロイド投手 X67 が120マイル、193キロの壁を突破した。人間の打者はボールがミットに収まった時、スイングを始めることすらできていなかった。各球団一体のみ導入可能と定められたアンドロイドは、早くもチームの戦略を左右するほどする存在となりつつある。MLB の主要球団は、最新モデルのアンドロイドを入団させるために、ドラフトでの契約金最高額を毎年更新しているが、試合に影響はないのだろうか。
同人誌ホームランを発行するジェニー・ウォーターフィールドはファンは幻滅しつつあると主張している。スポーツの魅力は人間の能力の限界を観察するできるところにあるんだ。機械が新記録を作ったって全然興奮しないし驚きもない。正反対の意見もある。投手出身の野球評論家クリストファー・レノックスはアンドロイドの登場によって試合が面白くなったと考えている。レノックスの意見はこうだ。機械によっていろいろな変化が起こり、選手もさらにパフォーマンスを高めようと必死になる。どんなスポーツも進化しなければ滅ぶだけだ。なるほどね。続きまして、サンチュリー大陸横断、輸送革命に揺れるカリフォルニア。政治、上院は本当に堕落したのか。中国で地震発生、死者1万人。これはまたなんか現実世界でいろいろと問題になりそうな記事ですね。大陸横断、輸送革命に揺れるカリフォルニア。機体の新輸送機関サブチューブが今日初運行を無事に行った。マンハッタンからロサンゼルスまで空の旅でも5時間半かかる距離をなんと2時間まで到達したのだ。その秘密は減圧室内を移動していること。直下モーターの摩擦をほぼゼロにしたことで最高時速1800マイル約おすげえ2900キロのスピードで音速って何ぼだったの300あ、ちょっとそれメートルか、時速じゃなくて秒速か。じゃあやっぱ音の方が早い。これが意味するのはニューヨークでの長時間勤務を終えた後、太平洋側の自宅で優雅なひとときを過ごすことも有名ではないということだ。これはカリフォルニアの不動産市場にとって天からの助けとなった。郊外の不動産価格は 64% 急騰している。ロサンゼルスの不動産業者ジャッキー・ローは語る。東海岸、特にニューヨークからの引き合いが強い。ニューヨークの給与で LA の生活を楽しむチャンスを逃すまいと競い合っているんです。激変の波に襲われたのは不動産業界だけではない。保育所には空きがなくなり、郊外の小売店はニューヨークマネーを期待して価格を吊り上げている。地域住民や地元から落ちてることに抵抗し、サブチューブへの抗議活動を始める。ある参加者は言う。まずはデトロイトに仕事を奪われて、今度はニューヨークに家まで奪われるのか。これさあ、その15年5、6年後とかにここに書いてあるような記事のことが現実世界に起こったらあれだよね。本当このゲームすげえよな。はい、カーラ、シーウイルスの開発進んでる？ That's a pretty toy. What's its name? 名前は？アリス、中立。虫。虫は虫。くだらないこと言ったら気させるのか。うん。失礼、ちょっとコーヒー飲んでました。これはあれやな。フォックスやな。じゃあ2階行きましょうか。浴室はこっちかな。浴室から掃除したいね。さっきみたいにあのコマンドがなくなってうんぬんってなったらあれだから、あ、これ子供部屋だよ。ここだね、浴室。浴室をからつける、ボトルをからつける、汚れた服、はい、からつけます。以上、ないないしただけですね。はい、でボトルをからつけました。縦に並べただけですね。でそれから、お、鏡に映る自分を眺める。私は可愛い。スタイルいいね。そんなことどうでもいいんだけど、ドロイドだからね。あたたたたたたた、これだ。モップで、モップじゃないな、なんかクリーナー、あ、連打させてくるね。ガシ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 。あ、めっちゃ綺麗になってる。一瞬見えました？めっちゃ白くなったの。ワックス塗って、でこれであれだ、裸足で滑りやすくすることによってトットがつるんって転んで後頭部ガッシャン。何を目的にしてるんだ、そんなやつ。さて、はい、続いてトットの部屋をからつけましょう。トットの趣味は何これ、絶対しけってるやん、ポテトチップス。あと何これ、なんかハルクのような、なんかですね。まあいいや、からつけましょう。とりあえずてめえこれの勝手に迷彩見やがってって怒られるかな。大丈夫かな、手に取る。待て、立ったらトットが立っている、鬼の形相をしてみたいな。まあさすがにこのゲームにホラー要素はないか。何か気づいた。あ、ちょっと待って、ピコンって、あ、もしかしてだけど邪魔しましょう。ちょっと邪魔、あ、セクハラですとか、いつの間に来たのよ。まあいいや、じゃあ2位の作業、トイレ、あ、トイレって2階にあるのね。はいはいはい。うわー、用足した後だから臭そう。
をちゃんとやるんだ。あ、ちょっと汚いシーンだったのであのお見せすることはできませんみたいな。あ、2階の掃除をするまで無理か。あそこのあの棚に置いてあるやつがなんかリンクしてるのかなって思ったんだけど違ったね。そういうわけでもなさそうか。じゃあギターを売ったら4000ドルくらいするんじゃない。読む。またか。今度はラグビーバージョンですね。スラムダンク、バスケットボールの巨匠ゲイリー・ギボンズ独占デビュー。2030年の頃にはもう今いる選手ほぼいないもんな、若手選手含めて。アメリカンフットボール界はアンドロイド選手に抵抗してきた。プロアメリカンフットボールは人間のみで行われる数少ない競技の一つだ。だがついに変わる時が来たのかもしれない。サイバーライフは先日技術デモとしてエンドゾーンからエンドゾーンまでボールを投げて6インチの体型で命中させるクォーターバック用アンドロイド QB1000 型を公開した。おー、液体窒素で、液体金属かな。このモデルはプートレックやハンドオフのような基本的なプレイはもちろん、状況に合わせて1500以上のプレイを行うことができる。先日デトロイトで開催されたアンドロイド製造業者が最先端プロトタイプを展示するサイバーライフで展示会、サイバーライフの展示会で QE1000 は公開された。サイバーライフの最新技術に歓喜するファンがいる中、反アンドロイドファン団体の創設者ロイ・ケンストーンの見方は異なる。サイバーライフはこのデモンストレーションが何につながるのかよく分かっているはずだ。他の業界同様にスポーツまで歪めようとしているんだ。一方でアンドロイド導入は時間の問題だという意見もある。バスケットボールと野球ではすでにアンドロイドが活躍しており、 LED がある QB の登場も、まあ、クォーターバックですね、今思い出した、はい、もうそう得なさそうだ。続きまして、チュリン、命の値段、自動運転が接種を決める、宇宙旅行、次の連休は火星でエンジョイ。どっかのお金配りの人みたいですね。あれは月か。自動運転は事故を予測すると搭載されたコンピューターが例えば2人いる歩行者のどちらにぶつかるべきかといった生命に関わる決断を下す。だが決断に至るまでの正確なプロセスはあまりよく理解されていない。クラウンカーのマーティン・フォー・ロング氏はこれについて、そのような状況下では車の画像システムが瞬時にデータを集め、歩行者の年齢、性別、平均寿命などを測定しますと説明した。このデータが公的記録を介して解析され、配偶者の有無や雇用記録、平均寿命や子供の有無が判定される。その後社会貢献度などの判断基準をもとに犠牲になる可能性のある人のそれぞれの価値を査定する。医師や看護師など人命救助に関わる人を最優先していますとフォー・ロング氏は付け加えた。この説明は非常に妥当なように思える。だが反自動化同盟 AAL 代表フェリックス・ギャンブル氏は、ギャンブルっていう時点でなんかちょっと怪しい気がしますけどね、システムにそのような決定を下す権利はないとし、犯罪歴があるからといってその人の命の価値が医者よりも低いとは必ずしも言えない。まあ雲の糸の勘だたみたいなこともありますからね。その類の情報は人間の命の尊厳には無関係だと語っている。だがフォーロング氏はそのような主張を一蹴する。我々の願いは車が最良の選択肢をすることであり、それは車が集め得る最大限の情報をもとにされます。情報が増えれば選択も改善されるでしょう。なんかこの記事読むだけすごいそのなんか刺激されるし勉強になるゲームですね。ああ、これやりがあるわ。絵をからつけてますね。はい、絵なのかな、 CG なのかな。で、続いて、これベッドは整えなくていいのかな。あ、やっぱ整えるね。まさ。はい。これでももしかしてあれかな、アリスの部屋を最後にからつけて、私の優先順位なんて後なのねって言われて、あー、違うな。あれ、これからつけるチャンス逃したか、もしかして。ベッドからつけて、あー、あと、シケッタ、ポテトチップスもからつけましょう。あー、こっちのシケッタ。もからつける、はいはい、ポテトチップス散乱しすぎやろ。せめて一袋食べ終わってから次開けようぜ。ポテトチップスってあれですからね、一番体に良くないやつですからね。あ、これでも電源入れたら怒られんじゃね。入れてみよう。あ、ちょっと待って、入れれない。で、次、ほう、労働省によると、10月の雇用者がさらに22万5000人減少し、全国の30%。そりゃあ 40% も職を失っている人がいたらアンドロイドにぶち切れるわな。ウォーレン大統領がサイバーライフ新工場の完成記念、あ、でも国がこれあれだね、だから労働者は 40% も職を失ってるんだけど、一方で国が、もう大統領がそのサイバーライフの記念式に参加してるってことは、国がアンドロイドを使って仕事させなさいってことを推奨してるわけだ。っていうことを考えたら、今のなんだろうな、日本の政治家に
ボロボロボロクソ言うような日本みたいなと同じ感覚なんだろうな、きっとな。まあ日本はまだおとなしいけど、アメリカとかだったらこれは暴動も起こって、直接ねアンドロイドに手を出したくもなるわな。だって10人5人に2人だよねは職がないって考えたら、そりゃ恐ろしいよね。コンコン、お邪魔します。 I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? 2分で終わらせる。ムスカより優秀じゃん。不思議の国のアリス。 Of course. 僕はマッドハッターが好きです。イカレ帽子やね。ちょっとまたいでる、またいでる。あれさっきちょっと待って。あれさっき見れない？あ、見れた見れた。後ろのパンダの目の比率があれだね。あ、なんか左側の透明のカプセル、あれもしかしたら美女と野獣のバラが眠ってるとか。いいなあ、こういうさ、子供の頃憧れたよね。なんか段ボールとかそういうのでさ、作ったやつに布かぶせて、でなんか秘密基地とかで過ごすの、すごい楽しかったし憧れたしだね。じゃあまた手に取ってみましょう。なんだろうな、救急ボックス開けたら怒られる。あ、鍵がかかってるのか。鍵を見つけましょう。どこだろうね。ほう、お絵描きが好きなんやな。トットのあの性格なんだったら、てめえこのクソガキ壁に落書きしやがってとかって言ってきそうなんだけど、それはやっぱりアンドロイドだからああいう態度を見せて、娘にはベタベタなのかな。いやでも娘にベタベタだったとしたら、あんな昼間からビール持ってこいなんてやらないよな。奥さんが亡くなってるか出てったかで寂しい思いをして、そのまあ亡くなったショックか出てったショックであまり心を開かなくなってしまったアリスっていうところなんだろうな。違う、じゃあ窓開けましょう。ほい、やっぱ換気って大事よ。あ、なんか解除した。役に立ちそうな会話。なんか覗いたら見える。急ぎの作業は全部、あ、アリス、急ぎ、ちょっと待って、アリスに話しかけることを作業って言うな。大事なことだ。お友達？ I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. あー、何？初期化が迫ってるのか。You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Pizza が好きなんだろう。Pizza. Your father said you chose my name. Pizza. Kara, it's nice. いい名前。ありがとう。How did you choose it? Biohazard の6だよ。ここでお母さんのこと聞いたらあれなんだろうけど、でも私はお母さんよ。Will she be home soon? やっぱりそうだろうな。やっぱり母親に関して何かを抱えてるんだものは、その原因は父親なんだろうな。あ、でも来た。おう、あ、なんかくれた。あ、わかった、鍵だ。鍵をくれてオープンザウィンドウ。やっぱり選択肢は間違ってなかった。しかし私にあの子の秘密を開けてもいいのかしら。開けちゃえ。ちょっと待って、トットから新しい指示を受けたぞ、今。いいのか。おい、こら、お前、娘の秘密を勝手に探りやがってって。か、ここにトットの秘密がめちゃ、家族が幸せな頃の写真ってやつですな。なるほど。四つ葉のクローバーね。四つ葉のクローバーってでも人生で3つくらいしか見つけた記憶がないな。これ何歳頃の写真だろう。奥さんがカーラって感じはしないよ。そもそも奥さんの代わりにカーラを連れてきてるんだとしたら、トットはあれだもんね。態度をあんな風に取らないもんね。ちょっと待って、右上、もしかしてママ撃たれた？パパが撃った？あ、違う、パパが殴ったのかな？いや、でもそんなことは、あ、違うわ。カーラ自身か、カーラ自身じゃない、アリス自身か。で、カーラのことを書いてて、で、壊れたことにショック。はい。あ、なるほど。だから、アリスが傷を負ったのを直したことを、アリスはすごく嬉しかったんだけど、今度は、カーラが壊れちゃった。
で直します。なるほどね、そういう感じなのかな。ちょっと待って、オールなんて書いてあった今。もう見れないか。お、うん、え、ちょっと待って、 AW トレジャーか。ちょっと見えないね。とりあえずもうすべて終わりなのかな。ちゃんとまたぐ仕草がある。トットから新しい指示を受ける。はい、じゃあ戻りましょう。もうだって全部やりきりましたもんね。しかしもうアメリカって面白いね。2階にだけトイレがあるって。大概どうでしょう？ 1 階にあるもんな気がするけど。AX、はい。What are you doing? 何してる？ I'm playing. 遊んでるの？ You're playing. 遊んでる？ I know what you're thinking. こう思ってんだ。I think your dad's a loser. 親父はクズだ。Hmm?Like、a loser? 仕事もね。Can't get a job? Take care of his family? ほら、こんな村嫌だ。Don't you think I tried to make things work? 努力してる人には人に当たりません。But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! しか、努力してない人間を人間は邪魔する。I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? 急に。Say it! You hate me! 娘じゃないとか。娘だよね。God.Doing? 分かった、アルチューか。アルチュー。I'm sorry, honey. I'm sorry. 役中か。You know, I love you. 父さん、お前愛してる。You know, I love you. 薬を飲んで、行かれて、アルコールでさらに加速してんのか。指示を受ける前にチャプター終了でしたね。これちゃんと開けれてる？なんか全然開けれてない。あ、でも。掃除を終えた。あ、でも、ちゃんとたどり着けてるっぽいね。あ、一個開けて、あ、やっぱり、あとさ、中庭開けれなかったのがさ、やっちゃったなと思った。しまった。ごめんなさいね。うん。っていうところですね。カーラが下に降りる音に気づく。うん。いやー、しまった。ズーム。下に降りる道に気づく。解除したけど、それはやってないんだな。あ、でも、ここの選択肢はもう全部やってますね。トットの部屋、あ、なんかトットの部屋を掃除するで1個逃してるね。なんかだんだんこのゲームの仕組みが分かってきた気がするけど、まあまあ、ちょっと逃してしまったのはあれですね。はい。まあ、ちゅうことでね、今回はカーラ編ということで、これでコナーとルイス、違う、マーカスとカーラと、なんか3人主人公がいるんですかね、のそれぞれのパートを1つずつ終えたということで、まあ、次回のね、チャプターで今度は一体誰のパートをやるのか、今から楽しみなんですけれども、また次回もお楽しみください。ということで、本日ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。